僕は誰でも同じものを持っていると信じていた。それは好きとか嫌いなんて表面的なことで言えてしまえるような次元のものではなく、真に人と関わることが最も大切なことだと、そしてより多くの人と関わり、誠意を持って相手を尊重し、その人の生きてきたものをいかに自分に吸収できるか、それが自己を確認していくことであり、それを相手にどう返していくかで人も大切にできることではないのか。自分の行いに見返りを求めず、自分のものをいかに投げ出せるか。それはやがて全体が前向きになっていくことではないか。全ての物事を意識することである。それなくしてはありえない。